まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。こちらの3つの項目で番組進行していきます。まず会社説明、そしてその後5クエスチョンズ、5つの質問ご用意しております。そして最後3つ目が就活生が本当に知りたいあの質問というコーナーに参りたいと思います。それでは今回の企業をご紹介です。東急不動産さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。では早速自己紹介していただこうと思います。まず松原さんからお願いします。はい、皆さんこんにちは。東急不動産、今は住宅の事業の、ユニットに所属しております、松原萌と申します。2015年に東急不動産に入社をして、社会人10年目を今迎えています。で、今日は人事と、あとは私が現場社員という立場でお話をさせていただくので、少しでもリアルなあの働き方とか仕事を伝えられたらいいかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では高橋さんお願いします。はい、東急不動産の高橋と申します。2023年に入社をしたので入社2年目で、初任から人事部で採用を担当しております。本日ですね、皆さんの就活の年次と近いということで、熱意を持ってご説明できればなと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2年目の高橋さんもいらっしゃっているということで、はい、お休みの時って何か今リフレッシュできたりしてますか？なんかその仕事の時のオンとオフってすごい大切だなと思っていて、はい、なので大学生の友達と、自分ずっとサッカーやってたんですけど、はい、土日はサッカーに行ったりとか、気晴らしでやって、はい、そこの音楽をはっきりさせようと、はい、頑張ってます。いい働き方ですね、松原さん。そうですね、たまたまですけど私もスポーツをやっていたので、ダンスとかもやってたので、はい、今は週に1回とか通いながら、はい、体を動かして同じようにリフレッシュしてます。結構こう体を動かすのが好きな。そうだね、たまたまね今日登壇してください。アグレッシブにいきたいと思います。そうですね、アグレッシブに熱量を持ってぜひ伝えていただければと思います。はい、それでは早速本題に入っていきましょう。まずは会社説明をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは私高橋の方からですね、東急不動産の会社説明始めさせていただきます。はい、本日アジェンダはこの流れで進めていければなというふうに思ってます。東急不動産のですね、特徴を大きく3つご説明させていただきたいなと思ってます。情報量非常に多くなっていますので、こう何か1つでも共感いただけたり、あ、こんな事業興味あるなっていうような想像を膨らませながらですね、聞いていただけたらと思います。で、最後にですね、番組の最後に告知もさせていただくんですけども、現在夏のオープンカンパニーの募集をしております。スライドの右上に常にマイページへの QR コードをですね、表示しておりますので、こちらで読み込んでいただけたらなと思います。では早速ですが、東急不動産の事業というところをご説明いたします。はい、皆さん早速なんですけども、こちらの写真の中で知ってる不動産はありますでしょうか？身近にあるものからないもの、いろいろあるかなと思いますが、こちらですね、東急不動産の特徴の一つとして、こう幅広い事業を扱っているというのがございます。で、実際に今表示していた写真すべて異なる事業になっております。で、こう事業領域が広いメリットとしましては、こう住むだったり働く、そして過ごす遊ぶといった人々の生活に対して、こう総合的なアプローチが可能というのが特徴として一つあります。で、ただこのアプローチするだけではなくて、事業と事業をこう組み合わせることによってですね、新しいライフスタイルを作り出して、それをこう提案していくといったことも可能になっております。それではなぜ東急不動産ですね、事業領域が広くなったのでしょうかというところをご説明したいなと思います。で、一言で簡単に申し上げますと、こう創業からですね、100年受け継ぐ精神、挑戦する DNA というのを体現し続けてきたからです。で、ただこう闇雲に挑戦をしてきたわけではなくてですね、下にこう時代の流れに沿って、一部の事業の生まれたきっかけみたいな表示させていただいておりますが、こうどの時代も共通しているのが、こう広い視野と視座でですね、社会課題であったり人々のニーズ、時代によって変わりゆくものを的確に捉える力と、不動産事業ですね、それを解決するために既存の枠組みを超えて新たな事業機会というのをこう見出してきたということが特徴の一つとして挙げられるかなと思います。で、ここからですね、ちょっとお時間も限られているので、こう現在保有しているアセット、扱っている事業というのをですね、簡単にご紹介いたします。一つ目が都市事業というところで、こちらオフィスだったり商業施設を中心に開発から営業、そして運営まで行っている事業になっております。
続いてですね、本日松原からもお話するからあるかなと思いますが、住宅事業というところで分譲レジデンスから賃貸レジデンス、さらにはですね、学生レジデンスのところまでこう開発をして、環境先進なんかをこちら推進している事業になっております。続いてウェルネス事業ですね。こちら事業領域非常にこう多岐にわたっているんですけども、リゾート施設から、都市型ホテル、そしてシニア事業などですね、顧客と 2C の形で顧客と広い接点を持ちながら事業展開をしております。で最後にですね、こちら比較的新しい事業になってきますが、インフラインダストリー事業というところで、皆さん当社の特徴としてイメージしやすいかなと思いますが、再生可能エネルギーであったり、物流、またはですね、アジアやアメリカ中心に海外事業なども積極的に展開して投資をしているような状況でございます。まさに駆け足になりましたが、続いて東急不動産の2つ目の特徴として、やはりですね、小池渋谷圏というところをご説明できればなと思います。はい。で、東急グループではですね、渋谷駅を中心とした 半径 2.5 キロ圏内のエリアを広域渋谷圏と呼んでおります。なのでこう渋谷という名前がつくので、渋谷駅だけイメージしやすいかなと思うんですけど、実は北は表参道から原宿だったり、南は代官山恵比寿までですね、含まれてくるエリアになっています。でそこのエリアでですね、東急不動産食と住と遊を融合させて、新しい価値を創造するというところで、ハード面の開発、近年力を入れてきました。昨年ですと、フォレストゲート代官山であったり、桜ステージ、そして東急プラザ原宿原角などが、続いてこう竣工開業を迎えて、面的拡大というのを、図れているような状況でございます。でこれからはですね、面的拡大が図れた今ですね、この数々の物件だったりエリアをつないでいくという意味で、面的連携のソフト面の力入れていくところでございます。でソフトといっても皆さんイメージつきづらいかなと思いますので、簡単に仕組みだったり考え方を説明いたしますと、まずこう創造というところで、渋谷のイメージとしてスタートアップだったり、起業家、またまあベンチャー企業みたいなイメージしやすいかなと思いますが、そういった企業をこう支援していくことによって、新しい事業を生み出す、またそういった企業さんと一緒にゲームだったりアプリだったりコンテンツを開発していくというところで、新しい体験や事業を生み出すという意味では創造で、その作り出したものをまずはですね、当社の物件ですね、デジタルサイネージなどを使って屋外広告をしたり、こうイベントを実施していくことによって世界に今度は発信していくというフェーズです。でその発信に共感を得た多様な人だったり企業というのが集積をすることによって、また新たな事業だったり体験を生み出していくという、そういったサイクルを生み出したいなというふうに考えております。でその上でこう繰り返しサイクルを生む上で大切になってくるのが、デジタル基盤の構築です。で簡単に具体例をご説明いたしますと、NTT さんと一緒にですね、高速通信だったりインターネットの大容量化っていうのを図ることができる IOWN というサービスをですね、まちづくりにおいて世界で初めて導入をしていたり、渋谷マブルスという独自のアプリを開発、コミュニティアプリですね、開発をしまして、渋谷で働く人だったり訪れる人、あらゆる人をこうつないで交流させて、こう新しいものを何か生み出していこうといった取り組みを行っております。はい。ではですね、3つ目の特徴として、環境先進企業としての取り組みというところをご説明いたします。で環境というと、やはり皆さん自然とか緑とか、また当社で言うと再生可能エネルギーみたいなところをイメージしやすいかなと思いますが、ちょっともう少し外見的なお話をいたしますと、当社ですね、脱炭素社会、循環型社会、生物多様性というの3つの環境重点課題に対して、こう地域社会だったり顧客を巻き込みながらですね、さまざまな取り組み推進しています。ではなぜこう総合デベロッパである東急不動産が環境先進に取り組むのかというところでスライドをご説明いたしますが、この3つの取り組みですね、グローバルな社会課題というところで、世界的に注目されているところでございます。なんですけども、こう脱炭素社会というのが進んでいない日本にとっては、日本はですね、世界からこう遅れを取っておりまして、その中でもこう不動産業界というのが日本の CO2 排出量の3分の1を占めているというところで、こう難易度が高いからこそ、不動産業界の代表としてこう取り組んでいくというのが当社の使命であります。でもう一つですね、環境というとやはりこう社会貢献という意味合いが強くて、こうなんていうんですかね、言葉選ばずに言うとボランティアみたいなイメージが大きいかなと思います。で実際にこう難しい理由としても、コストがかかる
一方でこう目の前ですぐこう利益を生み出せるわけではないというところが、まあ難しさの一つとしてありますが、当社ですね、例えば再生可能エネルギー2014年から参入しておりまして、そのようにですね、早くからこう独自性を追求してきたということで、こう JR 東日本さんであったり、こう行政の方とパートナーシップなどでこう結びながらですね、新たな事業機会創出をしていたり、それによるこう収益拡大へというところで、こう社会課題の解決と会社の成長というところをこう両立を目指しながらですね、取り組んでおりまして、これからもこう社会にも貢献しながら顧客からも選ばれ続ける企業というのを目指して取り組んでおります。ではですね、最後になりますが、本日ですね、概念的な大きいことを説明したかなと思っております。で、当社ですね、新卒採用サイトをですね、3月にリニューアル公開しておりまして、今話していないことですね、社員であったりプロジェクトの中身、さらには会社の挑戦の歴史をですね、詳細に載せております。ぜひですね、右上の QR コードからご覧になっていただけたらなというふうに思います。こちらで一旦会社の説明は以上となります。ありがとうございました。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。では改めて今回のトークテーマ見ていきましょう。こちらです。こちらの5つの質問ご用意しております。まずは具体的な業務内容とやりがいを教えて、働いた後のちょっとイメージをしていただきたいなというふうに思います。そしてどんな社員が多い、そして3つ目が環境先進に取り組む意義とは、そして4つ目がジョブローテーションについて教えてということで、かなりこう幅広い事業を持っているので、どういうふうに皆さんジョブローテーションを行っているのかというところを聞いていきたいと思います。そして最後、どういう観点で街歩きを行うのがいいという、ちょっと個性的な質問もご用意させていただきましたので、ぜひぜひお答えいただければというふうに思います。では早速1つ目の質問参りましょう。こちらです。具体的な業務内容とやりがいを教えてということで、働いている皆さんがどんなふうに働いているのか、そしてどんなことをやりがいに感じながらお仕事を続けていらっしゃるのかみたいなところ、ぜひお話を伺えたらと思います。いかがでしょうか。まずは業務内容についてお伺いしてもいいですか。私から、はいはい、今私は住宅を扱う、ユニットに所属をしていて、賃貸マンションの、開発を担当してます。で、建物作りとか街づくりって流れがあるんですけれども、用地を取得をして、そこに企画開発をしていくフェーズ、はい、でそれを、世の中に発信したり、テナントさんのリーシングをしたり、で最後は建物を管理維持していくっていう、大きく、4つのフェーズに分かれてるんですけれども、私が今いる部署は2つ目の企画開発、計画を推進していく、部署に所属をしておりまして、で扱っているものは賃貸住宅という形になります、はい、具体的にどういう業務を行っていくか。そうですね、多岐にわたるんですけれども、例えば物件のコンセプトを企画立案したりですとか、同時にターゲットどうするみたいな、そんな設定もしたりですとか、あとここが意外と重要なんですけれども、パートナーさんを選ぶっていうところも重要な仕事だと思っていて、例えば設計会社さんですとか、デザイナーさんとか、施工会社さんを、どういった方に、仕事をお願いするかっていう、メンバーを選んでいくっていうフェーズ、仕事もあります。あとは、全体のスケジュールの管理ですとか、あとは実際に現場の工事が動き始めたら、現場の管理、コスト、スケジュールの管理みたいなところを主な仕事としています。そうなんですね、はい、パートナーを選ぶというのも大切な業務だとお話しいただきましたけれども、その中でこう大事にしていることって何ですか。そうですね、我々ディベロッパーって、手に職がないというか、プロの人たちを、いかにこうまとめていくかっていうのが、重要な仕事なのかなっていうふうに思ってまして、設計さんであれば設計図面を書いてくださったりとか、デザインを描いてくださったりする、そういう方の力をいかに引き出せるかっていうところなので、その方のプロ意識だとか、はい、あとはやっぱりコミュニケーションを取りながら仕事を進めていくので、その辺がこうリレーションよく仕事が進められるかなみたいな観点も重要に重視しながら選んでいるかなというふうに思います。そうなんですね、はい、
そういったお仕事の中で一番やりがいを感じる瞬間っていつですか？家庭かもしれないですね。やっぱり私たちが描いた方針とか、描いた理想みたいなところを、まあ、形にしていく、まあ、その過程が今の仕事ではやりがいかなというふうに思ってまして、まあ、今お伝えしたように、まあ、どれだけこう周りの人の力を引き出せるかみたいなところで、まあ、我々の対する方針に共感をしてくれもらったりだとか、あとはこうプロの人たちが、もっとこうしたらいいんじゃないかとか、こうやってやったら解決できるんじゃないかみたいな形で、まあ、力を貸してくれた瞬間、なんかこうチームとして社外なんですけれども、一つにまとまったなって思える瞬間っていうのが、なんか純粋に楽しいなって、この仕事いいなっていうふうに思う瞬間ですかね。意外でした。意外でした。建物が完成した瞬間とかかと思ったら、そうですね、そこの感動も大きいですけれども。そうなんですね、なんかこの仕事忘れられないなっていうエピソードを話せる範囲で。そうですね、結構今賃貸マンションっていろんなこうコンセプトを持った建物作りっていうのをやってるんですけれども、まあ、例えばこうオフィスと住宅を掛け合わせたような住宅であったり、はい、ペットを飼ってる方に向けたマンションとか、音楽を重視したマンションとか、まあ、いろいろやっていく中で、まあ、もちろんパートナーの方々も新しいチャレンジなので、まあ、その中でこう前向きに取り組んでくれたりだとか、松葉さんこんなのもありますよみたいな、私が想像していなかったようなことを提案してくれたりだとか、まあ、難易度は高いと分かってるんですけれども、なんかそこに果敢にチャレンジしていってくれる、そういう、まあ、仕事の姿、まあ、姿を見れた時っていうのが、なんかこう、まあ、いろんなプロジェクトですごく印象に残ってるシーンかなと思います。なんかこう今の話を聞いて、結構そのキラキラしたお仕事が多いイメージだったんですが、ちょっと違うのかなっていう感覚。地道な関係作りとかまあその裏にはコスト管理とか、スケジュール管理とか、手続きとか、いろんなところがあるんですけれども、でも我々がまあプロジェクトの先頭に立ちながら、旗を振りながら先導していくっていう、まあ、そこが少し華やかさに見られる部分もあるんですけれども、まあ、それをやっていく上にはやっぱ関係性作りとか、そういった地道なところも重要なのかなと。キラキラとコツコツの両面が必要になってくる仕事なんですね。確かにおっしゃる通りかもしれないです。ありがとうございます。はい、では続いての質問参りましょう。こちらです。どんな社員が多いということで、まあ、社風だったりカルチャーだったり、まあ、どんな方が活躍しているのかみたいなところもぜひ聞かせていただければと思います。いかがでしょうか。どんな社員が。私からいきます。はい。そうですね、まあ、いろんな年次とか、まあ、役割立場によって求められる役割も変わってくるとは思うんですけど、なんか振り返ってみると、なんか新しい気づきとか学びとか知識とか、なんかそういうところへの意欲、それをまあ学び吸収していこうっていう、まあ、それを楽しむ社員がなんか多いんじゃないかなっていうのは、なんかいろんな社員と仕事をしていて思うところですね。でなんかまあそういう吸収をしようとするからこそ、まあ、いろんな人とフラットにコミュニケーションも取りますし、若手とか経験が浅いメンバーに対しても耳を傾けてくれるし、なんかそういう社員が多いかなと。であとは それだけではやっぱこの仕事ってできないと思っているので、まあ、その上で自分の意思とか、はい、こうしたいとか自分なりの正解とか、そういうものをこう、まあ、持ちながら、はい、まあ、ある意味こううちの会社に入ってそういうところが鍛えられていくっていう感じ、感覚なんですけれども、はい、まあ、フラットのコミュニケーションの上に自分の意思とか、そういう強さみたいなものもこう積み上げていくみたいな、そういう こう人たちが多いんじゃないかなっていうふうに、まあ、いろんな人がいるけどねなんかそんなところが共通してるんじゃないかなっていうふうに私は思います。そうなんですね。じゃあこの社風としては、この自分の考えみたいなものはかなり尊重してくれるような、聞かれますね。なんか相談とか報告しに行ったも、松原はどう思うみたいな、そういうやり取りをしながら、最初はもちろんわからないので正解も持てないんですけど、まあ、そういうコミュニケーションを繰り返しながら、こう自分なりのこう正解を見つけていくみたいな、
なんかそんな社員同士のやり取りがなんか多い気がします。そうなんですね。でも2年目の高橋さんどう今の松原が話してきたことと、はい、まあほぼ同じことにはなってしまうんですけども、はい、あの後輩から、まあ、自分昨年1年目だったんですけど、ですね、先輩を見ていた時に、うん、本当に高橋はどう思うのって本当にすごい聞かれるなって思っていて、でやっぱりその共通して言えるのは後輩とか下の意見を聞く、優しいって言ったらですけども優しいだけじゃなくてこう聞いてくれる上に、まあ、そこに対して俺はこう思うって本当にあの、まあ、厳しさというか聞いてくれた上で俺はこう思うけど、まあ、高橋がこう思うならじゃあ一緒にやってみようとか、あのとりあえず行けるとこまでやってみて俺はサポートしてるからみたいな形で、まあ、適宜ですね軌道修正しながらこう教えてくれる先輩社員は多いなっていうのと、まあ、あとはなんかオンとオフの切り替えが上手な社員さんが多いなというのを思っていて、冒頭でもおっしゃってましたもん。あ、そうですね、あの仕事とプライベートっていう分け方もありますし、はい、なんか先輩と接するところでいうと、まあ、日中とあの、まあ、飲み会とか、まあ、ランチの間と仕事中とか、なんていうんですかね、自分分かりやすい例で言うとなんか日中は苗字で呼ばれるけど、はい、そういうなんかちょっと仕事じゃないところは下の名前みたいな、あのこれもうなんていうんですか、仕事の関係ないですけども、そういったなんかあの厳しい場というか教えてくれる指導していただける場とこうフラットにコミュニケーションを取る場っていうのの両立みたいのがこうあって、なんか仕事にも集中できるし安心していろいろ聞けるしっていうのが多いかなっていうのは後輩からしたらそういう感じで働きやすい環境かなと思います。あの若手の裁量権というところではいかがですか。うん、あで言うとなんか先ほど採用ホームページなんかもこう紹介させていただいたんですけども、昨年1年かけてなんかこう一番学生に近いからこそなんか高橋がやれるものやってみなよってところで、あのやらせていただけたりっていう点では、あの自分も裁量権あるなと思いましたし、こう同期あの何人かいるんですけども、そういった話聞いた時も俺が土地買ってきたとか、あのテナントリーシングでこう埋めれてすごい嬉しいとか、そういうまあなんかサポートもありながらではあると思うんですけど、こう自分が何かやったって成果を思わせるようなこう裁量権でもあるのかなと感じています。すごいですね、同期がもうそんな活躍もしていて、で高橋さんもあの新人だからこその提案を求められるっていう、不動産部門ではないんですけども、そういった違う部門でもこういうふうに感じられる活躍の場っていうのはこう平等に提供されているのかなっていうのは思います。あのあと先ほどもちろんサポートもあったと思いますがっていう発言もあったと思うんですけれども、こうやっぱり新人の頃ってチャレンジをしていてもどうしてもこうつまずいてしまうこともあると思うんですが、うん、そういった時のサポート体制、こんなことが嬉しかった、ありがたかったっていうのって何かありますか。サポート体制、ええ、なるほど。なんかすごくあの去年言われてたのはこう貪欲さと、まあ、謙虚さ大事にしてなさいねって言っていて、こうやりたいことは全部こう貪欲にやっていく過程で、本当に何て言うんですかね、一番難しいなと思ったのはあのスケジュールの管理といいますか、あの気づいたらあの期限が迫ってきていたみたいな時に、こう先方 の, あの相手の会社さんにこう裏でこう電話とかで通してくれてたり、こうスムーズにいくようなサポートっていうのは最後の最後でこう何ですかね、やってくれるっていうのはあの去年もあったかなというのは、はい、思います。そういったサポートがあるからこう成長できているな、挑戦できているなというのはありますか。うん、そうですね、なんか安心して挑戦はできるなっていうところと、まあ、なんか文化で言うと自分がそういうふうにしてもらったから、あの後輩にはそういうことをしていきたいなっていうふうに なるなって思っていて、はい、そういった文化が根付いてるからこそ、こうなんかよくボトムアップってよくあのなんか学生さんに伝えてるんですけども、そういった文化がこう引き継がれてるのかなみたいな、はい、感じます。そういったこういい流れっていうのは松原さんも感じますか。そうですね、はい、やっぱり会社という組織なのでそう簡単には体質があんまり変わらない、うん、かなっていうところで言うと、そういう人間関係とか、まあ、人を育てる上で大事にしていることとか、うん、DNA みたいなものは、はい、やっぱり受け継がれてるなっていうのはやっぱ感じます。うん、まさにこう御社が大事にしている挑戦する DNA というところにこうつながっていく、ありがとうございます。では続いての質問です。こちらです。環境先進に取り組む意義とはということで、説明会の中でも少しお話しいただきましたが、もう少しこう具体的にどういう事業を行っているのか、またそして世の中にどんな課題があってそれを解決するために今動いているのかみたいなところをぜひ教えていただければと思います。いかがでしょうか。これ
は。なんかじゃあちょっとおさらいにはなるかなと思うんですけども、まあなんか先ほどご説明した中で、当社って社会課題を起点に、解決を起点に事業を生み出してきましたっていう話をしたかなと思うんですけども、まさに今現時点で現代で社会課題として取り上げられているのが環境問題かなというのは思っていて、でそれがグローバル、大きい課題っていうところで、先ほども申し上げた通り当社が取り組むべきであり、なんか珍しいなと思うのが、ステークホルダーの中に未来社会っていうのが入っていて、でその、未来に自分たちもですし、なんですかね、生き物とか、森とか自然とかが引き継がれていくようにっていうところで、なんていうのかね、先進的な取り組みっていう意味で取り組んでるのかなと、思います。なんですけども、具体的な事業の中でどうしていくのかみたいなのは先輩社員から振りをありがとうございます今私がいる住宅ユニットでは、まさに環境先進っていうところを掲げながら、マンション住まいを通してそこを環境先進を進めていくっていうところをやってます。で私が、担当している賃貸マンションでも、実際に木構造で二酸化炭素の、削減に貢献したりとかっていうところを、考えながら事業を、プロジェクトを進めているものもあります、でやりながら大変だなって思うところが、やっぱり会社としてやりたいことが、実際のエンドのお客さん、世の中に対して、どこまで響くのかなっていうところはすごく難しいなと思いながらやっていて、例えば木構造だから、じゃあ家賃を高く支払ってもらえるかっていうと、決してそこは必ずしも直結しない問題だというふうに思ってますので、そこをいかに違う形で、形を変えながら魅力を伝えていくかっていうところは、今やってるプロジェクトですごく大事にしてます。分かりやすく、例えば木、構造体に使うだけ使うのではなくて、分かりやすく木のデザインを入れたりですとか、あとは入居後も何かしら環境への気づきがあるように、我々東急不動産が主体となって、例えばイベントを開催して、何かそういう環境の配慮につながるような取り組みに参画してもらったりだとか、いかにしてその魅力というか意義を伝えていくかっていうところもすごく課題として感じながら、難しいなと思いながら仕事をしています。不動産を通じてそういった、SDGs だったり、ね、環境について考えてもらえるきっかけにもなってほしいという願いも、生活の基盤になっているので、住まいもそうですし、オフィスも商業施設もホテルもそうだと思うんですけれども、やっぱりその住まいに関われるからこそ、我々ディベロッパーが、どういうふうに発信をしていくか、どういうふうに体験をしてもらって、身に感じてもらって、それを例えば自分の生活に落とし込んでもらえるかとか、そこのきっかけ作りをするっていうところも、我々に求められているミッションなのかなというふうに思います。それを御社が先陣を切ってやっていこうというところですね、ありがとうございます。では次の質問です。こちらです。ジョブローテーションについて教えてということで、もう幅広い事業を持っていると思うので、移動だったりジョブローテーション、どういうふうに皆さん工夫しているのか聞かせください。そうですよね、会社ってなんか自分も入るときすごいジョブローテーション気になってたなって思っていて、あれもやりたいこれもやりたい、でも実際どうなってんだろうってすごい気になってたところなのでちょっと簡単にご説明したいなと思って入れさせていただいたんですけども、会社的には若手ですかね、事業領域が広いからこそいろんな経験を積みながら広い視野を手に入れてほしいなっていうところで考えていて、2年目でちょっと偉そうなことを言ってるんですけども、で具体的なちょっとルールみたいなもので言うと、基準で言うと、入社の2年目から9年目まで、約9年間の間で、なんか言葉で言うと2行2職務経験しましょうみたいな話をしていて、2行の行っていうのが、結構ビジネスといいますか、分かりやすく言うと、アセットですね、商業だったりオフィスだったりホテルだったり再生可能エネルギーだったりっていうところ、で職務の方が、開発であったり、開発っていうのが一つで、もう二つ目がなんか営業と運営っていうところ、で三つ目が今自分がいるようなスタッフ部門っていうところで、この2つ 2×2 で幅広い業務を経験していきましょう、でその後のキャリアケースに関しては自分のやりたい道だったり、
その中でも移動はあったりするんですけど、幅広く経験積んでいきましょうという元でですね、やっているというようなところになっています。はあ、やっぱりこう幅広い事業がある、御社のような会社に入社すると、入ってからあれやってみたいな、うわあれも興味があるなみたいな、こう結構揺らぐこともあると思うんですよね。そういった時に自らこう手を挙げて希望を出される方って結構いらっしゃいますか、はい、そしてそれって叶いやすい環境ですか、いかがでしょうか。一概にこう叶いやすいとか、絶対に叶わないとかって全然そんなことはちょっと言えない部分というか、確定ではないんですけども、希望はもちろん出せるっていうのがあって、そのための制度としてこうなんかなんていうんですかね、いろいろな事業領域があるからこそ、その今同じ部門にいる社員さんもそのバックグラウンドっていうのが様々ですし、会社の制度的にもこう7メンターみたいなもので、こう年次の近い方だったり、離れた方、その全然今やってる事業が違う方とコミュニケーションを取る機会っていうのがあって、そういうのでこう何ですかね、理解を深めながら自分の希望を出していくっていうのが1年に1回ぐらいあって、もちろん残ることも可能ですし希望を出すことも可能ってなってます。そうなんですね。じゃあこうなるべくこうオリジナリティあるこうキャリアを歩んでいけるような雰囲気ですか、いかがでしょうか。そうですね、私も実は今の部署は3部署目。そうなんですね。そうなんですよ。最初はユニットも違うウェルネスユニットっていうところで、シニア住宅の開発部門にいて、でその後実は人事にいて、で今の部署って3部署目なんですけれども、なんか人事に移動するときは若手のうちにこう会社をこう広く見れるような部署に若手のうちに移動したいですっていう話をしていて、でそれが人事に移動っていう形にもなりましたし、人事から戻ってくるときは久々に現場復帰っていう感覚だったので、短期でこう事業を回せるような短期回転型の事業、まさに住宅なんですけれども、の部署に行きたいっていう、自らのこうキャリアイメージみたいなのを人事に伝えながら、私の場合はきちんとこう叶ったっていう結果なんですけれども、やっぱりこう、ある程度ジョブローテーションっていうルールはありながらも、自らキャリアを描きながら手を挙げていってほしいと多分会社も思ってますし、それを叶えるだけの努力はしてくれてるのかなっていうふうに私は感じます。それが松原さんのキャリアに結構反映されてるところが、そうですね、ありますよね。まさにそんな、自分のこう意見だったり気持ちというのをこう伝えやすいような、そんな社風があるというところですよね。では最後こんな質問です。こちらです。どういう観点で街歩きを行うのがいいということで、総合デベロッパーだからこそこれよく聞かれるね。聞かれます、確かに迷う、学生時代は迷ってた。正解はないな。正解はない、って思いながら、でもどうだろう、私はなんかでも例えば住宅であったらここに自分が住みたいと思うかとか、ホテルとか商業施設とか、いろんな建物を見て、こうワクワクするかとか、また来たいと思うかみたいな、そういうなんか観点をまずは大事にしてほしいなというふうに思っていて、実際に入社後も、そういう観点で建物を見たりだとかで、そうしてくるとそれがじゃあなんでそう思わせてくれるのかっていう、例えばじゃあデザイン性がいいからなのかとか、人のにぎわいを生み出す工夫がすごく凝らされてるのか、動線がうまく取れてるのかとか、そういうこう理由とか原理みたいなものを、なんでなんだろうっていうのを一緒に考えながら歩いて見てみてもらうと、実際の仕事にものヒントにもなりますし、何かこう気づきがあるんじゃないかなというふうに思います。松原さんがこう街歩きをするときに意識していることって何かありますか。でもまさにそんなところです、なんか楽しいなって思うかどうかっていうところと、そう思わせてくれるのってなんでなんだろうっていうヒントを見つけに行きながら、全く同じものは作らない、作れないけれども、なんかそこをヒントとして次の自分のプロジェクトに生かしたりだとか、そういう観点で見てるかなと思います。そうなんですね。今ご覧いただいている学生の皆さんが、学生のうちにこう意識しておいた方がいいことって何か。でも、消費者目線で一番こう、近い目線だと思うので、なんかそういう、でも同じようなことかなというふうに思いますけどね。どういかがですか。そうですね、なんか似たようなことになりますか。こう自分で考えてみるってすごい大切だなって思っていて、で、なんかもう当社に限らず、いろんなデベロッパーさんもこう、
なんですか、ニュースリリースだったりでこういう不動産建てましたよみたいなお話あるかなと思うんですけど、はい、まあ、なんかまずそれを見ずに行ってみて、でこう、自分だったらこうするなとか、ここすごいな、ここ多分こだわってるんだろうなみたいなものをこう考えた上で、はい、その後になんか答え合わせじゃないですけど、じゃあ実際担当者ってどんな思いで立ってたのかなみたいなのが、今は多分こういうイベントとかサイトとかにもあると思うので、あ、自分って今こういう考えを持ってるけど、こういう違いの担当者はこういう考えを持ってる違いがあるなとか、すごいレベル高いかなと思うんですけども、そういった視点を持つのも一個楽しいかなと思うと、なんか楽しみ要素を入れながらっていう点で言うと、なんか例えばうちで言うと今原門って新しく4月にオープンして下に銭湯があるんですけど、なんかその利用者目線に立って近くの代々木公園で例えば走ってみて、で銭湯で汗を流すとか、あ、汗を流すは逆ですね、あのお風呂に入るとか、なんか今そういったのを採用チームでもなんかいつかやってみたいねって話していたりしてて、そういう楽しみ要素を入れながら街歩きするのも、街走りの話をしました、はい、街走りもありですね、はい、結構具体的にアドバイスいただいてありがとうございます、はい、さあそれでは最後のコーナーです。就活生が本当に知りたいあの質問です。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施してピックアップした1問についてお話しいただこうというコーナーです。今回はこちらです。将来どのようなキャリアを描いているというところなんですが、せっかくなので高橋さんに聞いてもいいですか。私の方ですか。わかりました、ありがとうございます。将来、まあ、今、はい、入社2年目というところで、はい、このようになんか人事部っていうポジションでこう幅広いこう会社の人、いろんな事業の方とこう話す機会があるなって思っていて、キャリア形成すごい難しいなと思ってるんですけども、自分就活生の時に何かこうあらゆる人のなんか誇りになるような街作りたいなって思っている、なので、こうどちらかというとその街づくりの起点である川上みたいなところを次は行きたいなみたいな思っていて、こう用地の取得などをした後にさらにこう、まあ、エンドの話を営業などをして、まあ、アセットあまりこだわりないんですけども、まあ、当社のこう幅広い事業とまあ、デベロッパーの幅広い職務っていうのをこうフル活用しながら、はい、誰かのために誰かの誇りになれるような、はい、キャリア形成していきたいなって、まあ、抽象的ではありますけど考えています。もうそこまで思い描いているんですねぜひ夢を目指して頑張っていただきたいなというふうに思いますし、学生さんにとっても素敵なアドバイスになったと思います、ではそろそろお時間がやってきましたので、最後にメッセージ告知をお願いいたします。はい、冒頭にも申し上げた通りですね、現在ですね、夏のオープンカンパニーを募集して、エントリーを募集しております。で、日付だったりはこう記載の通りになっておりますが、こう 3days って言って渋谷の再開発をテーマにですね、ワークに取り組んでいただきます。で、途中ですね、社員との交流会だったり懇親会なども用意しておりますので、こうぜひ東急不動産に興味を持っていただいた方はエントリーいただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。お待ちしております。それでは次回のワンキャリ企業説明会もぜひ楽しみにしていてください。松原さん、高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。